アーセナルウィメンフットボールクラブはイングランドロンドンを本拠地とする女子サッカークラブ。アーセナル FC の系列クラブの一つ。2011年からは新規発足した FAWSL に所属している。1987年、アーセナル FC の用具監督であるビッグエーカーズによって設立された。エーカーズは同クラブの初代監督に就任し、2009年、 用具監督の職務に専念するため退任するまでの22年間同クラブの指揮を取った。1991から92年度、アーセナルはイングランド女子リーグカップで優勝し、初めてのタイトルを獲得した。1992年に FA 女子プレミアリーグが開幕した時、アーセナルは初年度から参入し、参入初年度を優勝という成績で終えた。 2008から9年度終了までの間に16のリーグタイトルのうち11を獲得し、そして3回準優勝した。2009年度までにアーセナルは FA 女子カップで10回、FA 女子、プレミアリーグカップで10回優勝し、うち5度 FA 杯とリーグ杯の2冠を達成した。また、UEFA 女子カップにイングランド代表として6度出場し、 2002から23年度、及び2004から5年度は、ベスト4の成績を収めた。2006から7年度には、国内タイトル3冠を達成したのみならず、UEFA 女子カップにおいても、スウェーデンの梅を IK に合計1から0の成績で、勝利して優勝。アーセナルは、イングランドのクラブで、初めての欧州チャンピオンとなった。当時のアーセナルは、アマチュアチームであり、 所属選手のほとんどはフルタイムで仕事をしながらサッカーに打ち込んでいた一方、梅尾は選手全員がプロフェッショナル契約を結んでいたクラブであった。この結果が認められてアーセナルとエーカーズは2007年度スやスポーツ賞の委員会賞を受賞した。2007から8年度はリーグ及び女子 FA カップの2冠を達成したが UEFA 女子カップでは準決勝で オリンピックリオンに敗れて敗退し、FA 女子、プレミアリーグカップでは決勝戦でエバートン LFC に敗れた。2008から9年度、アーセナルの2003年10月16日から続くリーグ戦無敗記録が108試合で終了した。2009年3月29日、アーセナルはホームでエバートン LFC に0から3のスコアで敗北した。 また2005年11月から2008年4月までの間に51のリーグ戦を引き分けの結果で終えている。2008から9年度はリーグリーグ杯、FA 杯で3冠を達成。リーグでは優勝のためには勝利することが必須であるという条件下において最大のライバルであったエバートン LFC に1から0で勝利しタイトルを勝ち取った。この試合は エーカーズの監督として最後の試合となった。エーカーズ退任後、トニー・ジャービスが第2代監督に就任したが、8ヶ月後の2010年2月11日、ジャービスはアカデミーのディレクター職への就任に伴い辞任。後任には U-19 イングランド代表コーチだったローラ・ハービーが就任した。2011年よりアーセナルはプレミアリーグに代わる最上位リーグとして、 新規発足した FA、WSL に参加。同年、リーグタイトル、FA カップ、コンチネンタルカップの国内3冠を達成した。2012年には、リーグと WSL カップの2冠を獲得。2013年には、FA カップと WSL カップを獲得したが、リーグでは過去10年で初めて、クラブ史上でも過去一度しかない3位という成績に終わった。 2014年は FA カップで連覇を達成したもののリーグ戦では開幕から4試合で勝ち点を1しか取れないなど不調を極め過去最低を更新する4位に終わった2017年7月チームの名称がアーセナルレディス FC からアーセナルウィメン FC へと変更されたリーグ FA 杯リーグ杯を囲んで設立当初はアマチュアチームであったが2002年より セミプロフェッショナルチームとなった。2005年度 UEFA 欧州女子選手権に出場したイングランド代表にはアーセナルより3人の選手が選出された。カレン・カーニー、アレックス・スコット、そしてケリー・スミスの3人は2009年に開幕したアメリカ女子プロサッカーの所属クラブに移籍のため対談した。カーニーはシカゴレッドスターズでスミスとスコットは ボストンブレイカーズでプレーしている。男子のトップチーム同様にリザーブチームを保有しており、主にアカデミー在籍中の選手が所属している。リザーブチームは FA 女子プレミアリザーブリーグで4度優勝し、FA 女子プレミアリザーブリーグカップでも5度優勝を経験している。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ハートフォードシャーボーハムウッドに所在するメドーパークをイスミアンリーグプレミアディビジョンに属するボレアムウッド FC と共有しており、ここでホームゲームのほとんどが行われる。観客席数は4502席あるが、リーグ戦のほとんどにおける観客動員数は1000人を超えることはない。ホームゲームのうち UEFA 女子チャンピオンズリーグの試合は、 セントオールバンズシティ FC のホームスタジアムであるクラレンスパークで行われる。ロンドンカウンティ FA 女子カップやリザーブチームの試合はポッターズバータウン FC のホームスタジアムであるパークフィールドで行われる。アーセナル FC 側のホームスタジアムであるアーセナルスタジアムやエミレーツスタジアムでの試合開催権も与えられている。アーセナル FC からの全面的講演を得ている。 同クラブ前副会長のデイビッド・デインは2007年4月18日に退任するまでレディース側の会長職にあった。デインの後任にはマネージングディレクターのキース・エデルマンが就任し2008年5月1日まで会長を務めた。選手の何人かはクラブに雇用されており、レディースやアカデミーの発展と統合に寄与している。エミレーツ航空やアディダスなど主要スポンサーは レディースチームにおいてもスポンサーを務めている。ありがとうございます。